チョコっとサルサが踊れたらの第6回です。頑張って練習しましょう。よろしくお願いします。では今日はですね、今まで、やったことを、多少総合して、一応順番を軽く決めてですね、踊ってみたいと思いますが、こういう感じですね。ではいつも通り、斜めのところからね、こうしたいと思いますが、男性は、右足体重、女性は左足体重でスタンバイですね。もちろん片手ホールド、それからホールドなしの、念力によるホールド、それから、標準のホールド、両手のホールド、それからまた、こう、クンビアとかするときは、こういうふうに、こういうホールドでもいいですね。いろんなホールドができるようにしたいところですけども、今日は標準の一番、このホールドでね、だいたい肩の高さ、そして腰と肩の中間ぐらいのところで、クイック、クイック、スロー、じゃなくて、ファイブ、シックス、セーブ。ワン、ツー、スリー、ファイブ、シックス、セーブ。ベーシックを何回かして、2回しましたら、クロスボディリード。ファイブ、シックス、セーブ。そして、ワン、ツー、スリー、で、ファイブ、シックス、セーブ。で、男性が回って、で、元に戻ります。ワン、ツー、スリー。ベーシックを2回。ボディリード。そしてオープンブレイク。女性のアンダーアームターン。男性のアンダーアームターン。そして元に戻る。ベーシックを2回。サイドブレイクというのとオープンブレイクというのをしますね。ブレイクというのは切り替えのステップとかもしくは休憩という意味なので、まあ同じその場所でですね、リズムを刻むというか、じっと休憩しているわけじゃなくて、小さく足を踏みながら休憩している、そういうような意味ですね。ではまずしましょう。いつも通り斜めで、します。まずサイドブレイクですけれども、手なしで持ってしまったね。横にワン、ツー、スリー、フォー、簡単ですね。ファイブ、シックス、セブン、ウーノ、ドス、トレス、シンコ、セイス、シエブ、ウーノ、ドス、トレス、シンコ、セイス、シエブ。もう男女同時に説明しましょうね。男性は左側ですから、左足の横に開きます。ステップして、戻りますね。ワン、ツー。で、揃えてその足に乗ります。スリー、フォー。少し腰を柔らかく動かすと、サルサっぽいですね。ワン、ツー、スリー、フォー。そして、右足、左足、右足。女性は反対ですから、右足、左足、右足。左足、右足、左足。次でオープンブレイクでちょっと向きを変えましょう。気分が変わりますから。オープンブレイクは、いろんな名前があります。交代のベーシックとかですね。名前はあまり気にしなくてもいいんですけれども、今横へこう、サイドブレイクですから、サイド横に行きましたが、これを後ろにします。男女とも後ろに、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ね。これはベーシックをするのもまたいいんですけども、ベーシックの代わりにこういう風にすると、お互いこう、離れるので、いい感じですね。では、今日の組み合わせをね、この前からずっと、やっているステップの組み合わせですけども、それをしましょう。まずスタンバイして、今度は片手でしましょうかね。男性、右足、女性左足スタンバイ。
タンバイで、まずベーシックを2回しましょう。クイック、クイック、スローじゃなくて、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。クロスボディ、ボディリードしましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。女性が回るとおしゃれですね。ファイブ、シックス、セブン。そうしたらば、ベーシックをしてもして、こうしてもいいんですけど、離れた方がね、インパクトがあるので、ワン、ツー、スリー、フォー。で、女性のアンダーアンダーですね。ファイブ、シックス、セブン。ついで、男性がアンダーアンダーをしましょう。ワン、ツー。これは旋回してですね。スリー、フォー。そして、ベーシックの後半をすれば、スタートに戻れるので、手はこれでもいいし、標準のホールドでもいいので、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。で、クロスボディリード、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。オープンブレイク、ワン、ツー、スリー、フォー。回転、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。腕も自由に動かしましょう。ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン。では、音楽に合わせてやってみましょう。こんにちは、今日はですね、ちょっとね、いい商品をね、紹介しようと思うんですけどね。まあこれは別にお金をもらってるわけじゃないんですけどね、非常にこれはね、いい商品なんですよ。こうまあそうですね、例えば僕らなんかもですね、まあレッスンで床の上で踊ったりとか、それからまあ区役所とかそういうホールとかですね、それからカラオケ喫茶とかですね、まあクラブのようなところでそのショーダンスみたいな感じでね、ワルスとかこう踊ったりするときに、やっぱりツルッピータイルとかですね、ツルツル滑るんですよね。競技会場なんかもまあ、しっかりした硬いフロアなのはいいんだけども、すごくツルツルでね、皆さんもこう、そうね、なんか大昔だったらば、この髪の毛につけるチックっていうんですかね、ポマードみたいな、スティックっていうのかな、ちょっとよくわかんないけど、チックというような、そういう棒状のですね、糊みたいなやつをこう靴の裏につけたりとかですね、それからまあ、最悪直前にちょっと油をつけたり、それからでもサラダオイルなんかはね、サラダ油なんか滑るってんでね、ひまし油みたいなのつけたりね、あと水をつけたりね、してるんですけどね、そういう時のためにね、靴の裏にこの貼るシールをね、作ってくれてる会社がいるんですね。だから僕の一番気に入ってるこう
コンビというかオカメというそうですけどね、このボーリングシューズみたいな靴でね、もう当然貼ってあります。もう本当に重宝します。もう本当にね、滑らなくちゃんと摩擦が使えるというかね、適度に滑って適度に滑らないんですけどね。これまたちょっとね、白い衣装に着ようかなと思う、まあ、ほとんど新品の靴なんですけどね、これにね、これですね、今日紹介したいのはこの、これでございますけどもね、ステップシュールというので、まあ靴底シールですね、男性用女性用ありますのでね、本当にもう滑らなくて足が楽ですね。社交ダンス靴底シールですね、360円、男性ボールヒール1足分と書いてありますが、ちょっと貼ってみますね。ね、ちょっとビニールの方がね、破れてしまいそうですけどもね、まあ本当にね、これは重宝しますね。ちょっとビニールがね、あれですけどもね、こんな感じに靴底、かかとの方とね、ちょっとかかとの方から貼ってみましょうかね。こうやって、ペロリンちょっと、こう剥がせますね。そうしたらこれはまあ右左ほとんどないもんでね、こういうような感じですね。こういうような感じにここに、ペコリンと、ね、ピチョリンと貼ります。そしてくね、もうこうするとちょっと剥がれる感じもしますけども、もう大丈夫ですね。ドライヤーなんか当てるとね、多分もっといいと思うんですけどね。それからこうやって、今度こっちの部分をですね、ここで合ってますね。こういうふうにね、この大きい部分ですね、にジャザザッとにじり寄ってきましたけどね、これをそうですね、こんな感じで、大丈夫でしょう。ちょっとカーブしてますからね、白い靴ですからね、裏はちょっと黒くなって不気味ですけども、どの道を踊ればね、真っ黒になっちゃうんで、これでいいですね。非常に強い粘着力でね、しかしまたパーティーなんか踊って終わってですね、剥がしたいっていう時は結構剥がれるらしいですね。僕はまあずっとこれくっつけたままね、どこでも滑りたくないので、ね、試験にも滑りたくないし、競技会場でも滑りたくないということですね。もう本当にね、これはいいですね。まあ、あとは貼るだけですから、別にそう見てても楽しいことではない、楽しいものじゃないんですけどね。こういうふうにね、まあ革がついてるんで、革というかね、台紙がついてるんでね、でこれをですね、ですね、今度はこうですから、結構慎重にしないと、べちゃっと、ね、これもね、スーパーダンスすごいいい靴でございますけどね、時報でございます ね、まあ、こんな感じに、ね、なってもうすごいことになってるわけです。本当にもう素晴らしいですね。これはですね、うちの陽子先生が履いてるティーチングシューズなんですけどね、万能の女性ももう何でもできるというティーチングシューズですけど、ここにちゃんとね、黒で分かりませんけどね、もう貼って、もう非常に重宝しておりますね。生徒のレッスンも、全然滑らないのでね、こう足が疲れないというかね、アマチュアの方はね、逆に滑らないと疲れるとか言いますけどもね、アイススケートリンクのようなツルツルのところでね、よく踊るなんて思うこともありますので、やっぱり適度に滑り、適度に摩擦があるといいですね。では、ね、PR でございましたけどね、本当にいい商品で、もう心より感謝しております。日の出企画のですね、もうこれね、あれになっちゃいましたけども、日の出企画のですね、東京の会社ですね、ステップシュールという、簡単便利社交ダンスの靴底シールをね、ご紹介しました。